ザイクで作られたクレイアニメーション。ピングーはその人気キャラクター。世界で一番元気なペンギンの男の子です。誰も知らない言葉なのに不思議と意味が分かってしまう万国共通のピングー語。クレイアニメーションが生み出す愉快なアクション。南極を舞台に家族や仲間たちのユーモラスで心温まるエピソードが繰り広げられます。みんなの大好きなピングー。このスペシャルビデオでは普段見ているテレビやビデオだけではわからないピングーの知られざる秘密をたっぷりとご紹介します。大公開、もっと知りたいピングーの秘密。まずはみんなもよく知っているピングーファミリーとその仲間たちをご紹介。いたずら好きで甘えん坊、泣き虫だけど憎めない、ピングーはとっても好奇心の強い男の子。妹のピンガはおませな女の子。ピンガはお兄さん思いです。お家のお手伝いもする家庭的なパパ。いつも優しいママ。パパとママはとても仲良し。離れて住んでいるおじいさんは器用で物知り、ピングーたちにいろんなことを教えてくれます。アザラシのロビーはピングーの一番の親友。そしてクラスメートのピンゴ。ピングーたちはいつも元気いっぱい自然の中で遊び回ります。突然やってきた転校生。かわいいピンギをピングーは大好き。仲良しになった二人、これからどうなるのかちょっと楽しみです。突然ですがここでクイズです。さてこのキャラクターは一体誰でしょう。正解はこの映像を見ていただきましょう。そう、紛れもなくこれが初代ピングー。今のピングーとはちょっと違うけど、どこかで見たようなお話。この貴重なパイロットフィルム、しばらくお楽しみください、
スイス、豊かな自然と古い歴史を持つこの国でピングーは生まれました。スイスは地域によって4種類の異なる言葉を話します。その言葉の壁を越えて誰にでも受け入れられる新しいテレビ番組として、無国籍なピングー語を話すピングーのアイデアが生まれたのです。ピングーは子供たちに人気のペンギンを可愛くデザインしました。そして人間のように生きた心のあるキャラクターにしたのです。ピングーのストーリー作りには私自身の子供の頃の経験が生かされているんです。だからピングーの世界は私の子供時代の思い出そのものだと言っても言い過ぎではないでしょうね。どこにでもありそうな家族のエピソード、誰にでも愛される自然なキャラクター、そして言葉の壁を越えた世界共通のピングー語。テレビ番組ピングーは内外から高い評価を得て、数々の国際的映画賞を受賞しています。スイスで生まれたピングーはヨーロッパを中心に広まり、アジア、アフリカなど世界各地でテレビ放送を開始、たちまちみんなの人気者になりました。ここニューヨークでは博物館にその映像が収められ、誰でも見ることができるようになっています。今ピングーは世界のスーパーアイドル。ここはチューリッヒから20キロほど離れた郊外の町ルシコン。のどかな風景の中に立つ白い一軒家、ここが今ピングーを制作しているピングーフィルムスタジオです。スタジオの中はピングーの人形がいっぱい。人形制作からアニメーション撮影まで、世界のピングーがこの小さなスタジオから生み出されています。クレイアニメーションは全てが手作り。今は亡き原作者グッドマン氏の遺志を継ぎ、わずか8人ほどのスタッフでピングーを作り続けています。それではピングーの歩くカットがどのように撮影されたのか、グッドマン氏のフィルムでご説明しましょう。ピングーが一歩一歩足を踏み出して歩き続けるためには、最低8個のピングー人形が必要です。半分足の上がった人形を置き、シャッターを切る。今度は少し足の下がった人形を置き、シャッターを切る。8個の人形は少しずつ足の形が違い、一コマずつ撮影していくと、連続してピングーが歩いているように見えるのです。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8、こんな具合。ピングー一人だけならまだ良いのですが、これが登場するキャラクターの多いシーンになるとさらに複雑です。一つ一つのキャラクターの動きをすべて覚えて、それぞれの必要に応じて人形を取り替えながら撮影していかなければなりません。少しずつ少しずつ人形を移動させ、頭や羽の形を指で変えていく手間のかかる作業です。
ピングー一家が遊園地に遊びに来た時のお話。このシーンはピングーがボール投げに挑戦しようとしているところですね。1時間の撮影でたったの1秒、このカットの撮影だけで丸々3日かかるそうです。人形をどこまで動かしたのか分からなくなってしまって、同じところを重ねて撮影してしまうことがあるんですよ。そういうことが何回も続くと本当笑えないですよね。ピングーの表情を変えるときは人形の頭を丸ごと別の頭に付け替えてしまいます。そのためたくさんの頭があらかじめ用意されているのです。笑った顔、驚いた顔、ワクワクしている顔、表情は様々。見ていて飽きませんね。おや、今度は何が始まるのでしょうか。滑車に巻きつけたテグスを針で人形に固定しています。あ、ピングを空中に浮かせました。そう、これはピングーがジャンプをするところ。こうやって手ぐすで人形を吊るし、一コマずつ上下させながら撮影していたのです。最初の頃はピングーの体が大きく伸び縮みしたりぺしゃんこになってしまったり、そういう動きをたくさんやっていました。ピングーがジャンプをするとき、そのように体を変形させるためには一回一回人形を取り替えて手ぐすで吊るさなければいけないので、とても大変な作業になってしまいます。このシーンでは単純にピングーがジャンプをして箱の上に飛び乗ることにします。それではいよいよ完成したシーンを見てみましょう。ジャンプするところをお見逃しなく。ここでピングークイズ第2問。たくさんの人形を必要とする撮影ですが、このスタジオには全部でいくつの人形があるのでしょうか。答えは約1000個。1話5分の映像を作るために約80個の人形を新しく作り、あとはこれまで作った人形を使い回ししています。これまで通算4000個以上の人形を作ってきたことになりますが、粘土の人形は時間が経つとひび割れてしまい使用不能に。それで現在保管してある人形は約1000個となっているのです。この工場でピングーは最初の産声を上げます。機械に原料が流し込まれ、次々とプレスされていくのは発泡スチロールの卵。実はこれがピングーの卵、いやピングー人形、その胴体の芯になっているのです。それではここで、あなたにもできるピングー人形の作り方早わかりといきましょう。まず、
卵型の発泡スチロールに白い粘土を薄く巻いていきます。指を使って丁寧に丁寧に卵全体に伸ばしていきます。胴体の黒い部分と白い部分の境界線はこのような型にはめて印をつけておきます。どのピングーも同じデザインにするためです。境界線に巻いた黒い粘土も指で伸ばしていきます。デコボコになったり指紋が残ったりしてはダメ。塩ビ服のようになっている背中の黒い部分です。表面がツルツルになるまで根気よく伸ばすのがコツです。次にお腹を絵の具で白く塗ります。皇帝ペンギンらしく縁は黄色に。ピングーの足は鉛でできています。この足でしっかり胴体を支えているためピングーは軽快なステップが踏めるのです。足はハンダ付けをしてオレンジ色に塗っておきます。薄く伸ばしたオレンジの粘土を型抜きしておいて、これを足に貼り付けます。なかなか手が込んでますね。足は適当な長さに切断して胴体に突き刺します。黒い粘土を丸めて型にはめる。ぎゅっと、見えますか？ちゃんと目とくちばしの位置がわかるようになっています。注意深く型から外して指で表面をきれいにします。これはヨーグルトの蓋です。パンチャーで穴を開けるとピングーの目の白い部分ができます。これに黒いシールを貼れば OK。 くちばしも型から作ってヘラで微調整。羽は黒い粘土を薄く伸ばしたもの。いよいよ完成間近、最後の組み立てです。まだ片方の羽がついていないようですが、ほぼ出来上がり。お疲れ様でした。すべてのピングをそっくり同じ外見に作らなければいけません。形が違うと撮影した時ピングが揺れてるように見えてしまうのです。もう一つ難しい点は、動いて変形している時の胴体や様々な表情は型に頼らず手で作らなければいけないということですね。ピングーの表情は何十種類もパターンがあるんですよ。ということで、1個の人形を作るのにおよそ 4,5 時間、4人のスタッフで1日に8個が限界というから大変な作業です。ピングーの魅力は人形の可愛さだけではありません。ヨーロッパの伝統を感じさせるおしゃれなインテリアやパステルカラーのシンプルなセット、細かいディテールの小道具、ピングーを取り巻くアートの世界も多くのファンから支持を受けています。
ここは秘密の扉。これまでピングーで使われてきた小道具がいっぱい詰まっている夢の宝箱です。皆さん見覚えがありますか？これはピンガのおしゃぶりですね。これはピングーの大好物。お医者さんの診察室にあった骨格模型。クリスマスの日に焼いたクッキー。卵も踊り出したレコードプレーヤー。おや、これはピングーのカメラとはちょっと違うようですね。なるほど、これは新聞記者のカメラでした。またまたここでピングーカルトクイズ第3問です。これは一体何でしょう？ヒント、この箱の中に入っていたものです。それでは正解を。そう、ピングーとピンガの作ったポップコーンです。ピングーは体が小さいので、彼が持つものはできるだけ軽く作らなければいけません。どうしても重いものは上から糸で吊るしたりしますが、それは撮影が大変なので紙などの軽い材料を探すようにしています。それから肝心なことはちゃんと動かなければいけないということですね。外見だけではなく、例えば車椅子はちゃんと走らなければダメです。セットや小道具を作るとき、特にモデルはありません。全部自分でデザインを考えています。できるだけ薄い色を使うようにしたり、そういうピングーの伝統を守っているわけで、言ってみればこれがピングースタイルなんです。最後の問題です。このピングーが喋っている声は次に出てくる4つの声のうち何番目でしょう？それでは声の主を見てみましょう。正解は2番目でした。ピングーファンのあなたには簡単でしたね。
ピングーやその仲間たちがしゃべる魅力いっぱいの不思議な言葉。実はこのピングーをイタリア人の俳優さんがたった一人で全員の役を演じているのです。ピングーもパパもママもロビもピンガもピンギも、実はみんなボノーミさんが一人で声を使い分けていたんですね。ピングー語の練習も楽ではなさそうです。ピングー語に決まった言葉はありません。だからこそ大人も子供もその意味がわかるのです。子供の好奇心とそれを温かく見守る家族の物語。今ピングーのストーリー作りは脚本家を含めたスタッフ全員で行っています。ピングーのお話はファンタジーではありません。喜びや悲しみ、驚き、感謝の気持ち、そして裏切り、落胆までも人間の持つ素直な感情がテーマ。スタッフにとってピングーは自分たちの子供のような存在。多くの人々に見守られながら、これからピングーは少しずつ成長していきます。ピングーは自然のシンボル。世界の人々にピングーのことを知ってもらおうと、今ピングーのバルーンが世界中を回っています。今度はあなたの住んでいる近くにやってくるかもしれません。